メイナス様、あと少しです。何者にも怯えることなく授かった生を享受できる世界、我々の悲願はすぐそこまで来ています。そう、その前にあのモナド、手遅れになる前にモナドを砕きさえすれば確実に勝てる。まだ存在している、わかるのだ私には。ザンザよ、今度こそ、もう二度と。シュルク、シュルクよ。誰？僕を呼ぶのは。シュルク、君は未来を垣間見る能力を得た。それは神の定めた因果律、運命を見る力。神？巨神のこと？なぜ未来を変えたいと願う？なぜ神の意志に逆らおうとする？なぜって当たり前だよ。誰だって嬉しくない未来は変えたいさ。それが神の意志だって従いたくはない。そう、ならばシュルク、君は君のモナドを見つけなくてはならない。僕のモナド？そうだ、それこそが唯一の。そうはいかないよ。だって君はもういないんだから。みんな無事？ええ、なんとかな。しかしあんだけの攻撃を受けたってのに、俺たちよく助かったな。まったくだ。運がいいといえばそれまでだが、それだけで片付けられるものとも思えんぜ。それはメイナス様のお力によるものでしょう。誰だ？マシーナか。あなたはバネア？バネアってことはあんたもしかしてミゴールさんの？ご無事で何よりです、メイナス様。メイナス様？あのフェイスはあなた方を抹殺するために差し向けられたもの。本当に無事でよかった。嘘よ、カドが私たちを殺そうとするはずないわ。あの者にホムスで会った頃の記憶はおそらくありません。今のフェイスは巨神界の生物を殺戮する単なる兵器。そんな。フェイスとは、捕らえたホムスの脳幹部や代謝に必要な臓器を寄進兵に直接組み込んだ兵器。兵器として完成させるためには記憶や感情は妨げとなる。ですが初期に製造されたフェイスは実験的な意味合いもあり、生前の記憶を残したままのものが多く、それゆえに任務遂行に支障をきたすことが多々あった。現在のフェイスは生前の記憶情報を完全に削除されています。それは
もしかして私のせい？いいえ、あなたのせいではありません。ムムカとかだろうな。奴は俺たちに対する執着心が強すぎた。それゆえに身を滅ぼしたとも言える。ゾードってやつもそれっぽかったよな。ええ、その通りです。嘘、嘘よカード。カルナ、説明してほしい。なぜあなた方、いや、エギルは僕たちを鬼神兵に。目的は何なんですか？あなたの持つそのモナド、それに対抗するため。やっぱりモナドはハイエンターやホムス、つまり巨神界の人族に対して効力を発揮しません。1年前の戦闘でモナドに煮え湯を飲まされたエギルは、その生態を組み込むことで対抗しようと考えたのです。そうだ、モナドは最初人を斬れなかった。だが今は違う。ザンザの血に連なるものは斬れない。それが唯一の弱点ですが、その枷はザンザによって外された。ザンザに連なるもの、あの巨人は一体何者なんだ？あなた方ホムスの始祖。あいつが？そして我が兄エギルの友であり最大の旧敵。鬼神界を滅ぼしたのはザンザなのです。な、神兵用に探求員のローラン様が建造された我が軍の最新鋭兵器。壮観だな。巨神界に生きる者たちが結集した姿は。はい、もっと早くこうあるべきであったか。さすれば父上も。殿下、ディクソン殿から敵の新兵器の存在が分かったのは良好。防備も間に合った。これより大剣の要塞攻略戦を開始する。要塞を抜けば鬼神界帝都は目と鼻の先だ。この戦いは我々巨神界に生きる者たちの未来を決する戦いだ。望ましい未来を、輝かしい栄光をこの手につかむために、総員進軍。あなた方鬼神界がザンザに滅ぼされたというのは本当なんですか？僕はそのザンザの剣を持ってるんですよ。僕はあなた方の敵なんですか？ならなぜあなたは僕を。シュール君、落ち着け。ごめん。これから鬼神界帝都アグニラータに上がります。鬼神界の帝都に？なぜだ？エギルの面前にでも引き出すつもりか？言葉で説明するよりもあなた方の目で見た方が早いでしょう。この鬼神界の歴史を、鬼神と巨神の戦いを。この先に鬼神教皇内中央交渉へと上がるリフトがあります。目指す帝都アグニラータは中央交渉を抜けた先です。
ここが鬼神教皇内中央交渉です。正面にリングが見えますか？あのリングの基部が帝都アグニラータへと上がる転送装置になっています。まずはあそこを目指しましょう。中央交渉内には警備のための自立型鬼神兵が配備されています。気をつけてください。行こうだー！
ドルソウル、ヒルドバレット、さあ今ならやれそうだ。シャドウアイバックスラッシュ、ヒルドバレット、やめてモナドよ、新風神、そこライト本格、もうやれそうだ、スリットエンジン、ライジン捕獲、ここだ、到来、やっこいつ、生まれしこの世に、そこファンみんなの気持ちが伝わってきたよ、理由じゃない、シュウ君、モナドのライジン捕獲、あと少しだよ、慌てるな、冷静に天地剣、ここだ、ライジン捕獲、力を感じる、気を抜かずに進みましょう。この調子なら大丈夫だな。
からよ。ジンバージン、そこ天地剣人、ジンバージン、調子が上がってきたわ。その調子で頼むぞ、カルダ。そこ、そこ、エオンいけー、なんとプロだ。はぁ、今だ、やれそうだ。あ、準備はできてる。いい感じ、いい感じ。みんなやるじゃない。だが、油断は禁物だぞ。つまり剣には飽きたと、そういうことか。いえ、違いますよ、ダンバンさん。ダンバン、その辺で許してあげたら。
見ててくれた？この調子で突っ走りましょう。敵の命は、敵が来た、敵の命は、やれそうだ。
そこ。モナドよ。やった。シュルク。最高の一撃ね。やってやるぞ。いけ。当たれ。ジブーカ。心が騒いでいた。相手の攻撃。やすら。天使。ヒールバレット。怖く見ないで。カルナ。もうこなしだ。いけそうね。ここだ。そこ。いや、今の捕獲やれそうだ。ヒールカウンターも。見事だ。シュルク。切れてるわね。シュルク。はあ、見えた。ダンバーさん。重心の方に熱いわ。これが抑える。心が。疾風陣。騒いできた。大陣捕獲。やすら。ヒールカウンター。殺すなよ。いや。今だ。みんな。バックスラッシュ。カルナ、次だよ。オッケー。あとちょっと決めて。ダンバー。おお。生まれし頃より戦道。だんだんまとまってきたじゃない。これが団結力だ、カルナ。オーカー、ヤンバー。このタイミングを忘れるなよ。バッチリ。モナドの力よ。バカレ。シュプロジン。みんなの力を一つに。スリットエッジ。そこ。天地剣だ。風速のタッチ見せてくれる。やそこ。やすら。外さない。カルナ、お前は誰にでもある。ありがとう。そこ。スリットエッジ。ワイジン放射ラッシュ。そこ。ゴールソウル。重心が熱くなってきたわね。何？当たれ！大陣放射！疾風陣！ヒールブラッド！何？いい感じだよ。心が。天地剣！まさか！ダンバーさん？次は当ててよね。すまん。今なら。やれそうだ！楽そうだったね。みんなやるじゃない。みんな余裕が感じられるな。できている。心が騒いできた。一つ目。
なんとかなったね。だが油断は禁物だぞ。この調子で突っ走りましょう。さあ今ならやれるぞ。
ポポンの勇者たちよ。おお、ようやく現れおったか。いつぞやの決戦の時のように蹴散らしてくれるわ。いけるか。当然だ。これだけの戦力があればシルクがいなくともな。ったく、小僧に面倒かけさせたくないだけだろ。素直じゃねえな、じいさん。うっさいわ、ほっとけ。4号師団は全出力を障壁の位置に投入せよ。6号師団はホムス軍の負傷者を支援せよ。こいつはいい。ハイエンターども生っちろいやつばかりだが役に立つじゃないか。あのバカ者がむやみやたらと突っ込みおって。今のところは我々が優勢と見てよいかな。はい、このまま戦況が推移すれば我が軍の大勝利に間違いはありません。まだ早いよ、そう思い込むのはね。敵はまだ戦力を隠している。殿下、敵増援、上空より接近。顔つきの部隊です。ホムス部隊を支援しつつ顔つきを包囲せよ。殿下、それでは殿下の直営が。前衛が崩壊したら結局は戦うことになる。幽閉となるよりマシだ。急げ。ザコがいつまでも気分出してんじゃねえよ。この誰かは知らねえが、悪く思うなよ。花から決まってんだよ、こうなるってな。ふん、意外と使いこなしてるじゃない。ちょっと嬉しくなっちゃうかも。でもまだまだこんなものじゃないわ。この子たちの本当の力は。貴様ら、後ろから耳ちい戦い方しやがって。この俺が少年を叩き直してくれるわ。ここが鬼神会の帝都。ええ、帝都アグニラータ。遥か昔、私たちマシーナが住んでいた都です。なんだか寂しいところね。ああ、誰も住んでいる様子がない。まさに死の都だな。なんだか嫌だもん、リキここ嫌いだもん。この町すべてをマシーナが作ったのか。すげえもんだな。でもどの建物もずいぶん長い時間が経ってるみたいだ。見ろシルク、大恐竜だもん。大恐竜だって。
これはテレシア石みたいね。どうしてこんな場所にテレシアが。この化石化したテレシアは太古の戦いの際この帝都を襲った者たちの慣れの果てです。なぜテレシアがあなた方の町を襲ったの？大昔の戦いって巨神と鬼神だけのものではなかったの？その答えはあの中央に立つ塔、情報記録センターに。巨神界と鬼神界の過去に何があったのか、私が今ここで語るよりもあなた方のその目で確かめた方がいいでしょう。まだ動力が生きてるんだ。あ、フィオルン、どうしたのだ？みんな、ついてきて。あるみたいだけど、これ映像だ。嘘だろ。あ、本当だ。これは遠い遠い過去の記憶。フィオルン、かつてこの地を去るマシーナが自分たちのことを知ってほしくて残した記憶。この声は古の時代、この世界に巨神と鬼神が現れた時、私も誕生しました。巨神の魂と同じように私もまた鬼神の魂としてこの世界に存在を許されたのです。私はこの鬼神界に自らの子を誕生させこの体を得ました。彼らはマシーナと名乗り鬼神界を命あふれる世界に変えていったのです。マシーナは高度な文明を築き巨大な都市を作り上げるまでに至りました。この町って昔はこんなに栄えていたんだ。穏やかな心を持つマシーナたちも私を愛し平和に暮らしておりました。そしてそれは巨神界でも同じでした。彼らは自分たちの文明の産物を巨神界の生命たちにも惜しみなく分け与えていました。二つの世界は共に発展していくかと思えたのです。そんな時
恐ろしい運命が彼らの頭上に舞い降りたのです。なぜ巨神が？巨神は光の剣を手にマシーナたちを滅ぼそうとしました。あれはテレシア？私はマシーナを救おうと巨神にザンザに立ち向かいました。ザンザだって？長きにわたって続きました。ザンザも私も己の生命力を削りながら戦いを続けたのです。しかしついに決着の時が訪れました。ザンザはこの時監獄島に、私が深手を与えた隙をついて巨神界の生命がザンザを封印したのです。ですが私もまたザンザとの戦いで生命力をひどく消耗していました。マシーナのわずかな生き残りたちに私は告げました。巨神は未だ滅んでいないこと、いつか蘇るであろうことを。僕がこの手でそれを。そして私は深く長い眠りについたのです。来るべきザンザの復活に備えて。そうだったんだ、あなたのやりたかったこと。巨神と鬼神の戦いを止めたかったんだね。フィオルン、そうか、君の中にいたのは。そう、自由に活動する体を求めていたメイナス様のために私が魂を移したのです。エギルの鬼神兵によって偶然捕獲されたあなたの体に。なぜ私の体でなければならなかったの？それはあなたがモナドの後継者、シュルクに近しい人物であったから。この町が廃墟になったのは私たちが暮らす大地、巨神のせいだった。こんな姿を見たら巨神が蘇るのを止めたいって気持ちもわかるけど。だけどさ、だからって
俺たちホムスを殺すってのは筋違いだろ。その通りだ。たとえマシーナが悲劇にあったからといって鬼神兵が巨神界にしてきたことが許されるわけじゃない。気がかりなのはあの巨神が持っていたモナドだ。巨神界に伝わる伝承通りだとはいえ、やはりな。これは危険な力なんだろうか。だがお前は立派に使いこなしてきたぞシルク。俺のように力に負けてしまうことはなかった。そうだよ、お前がモナドを使ってくれなかったら俺たちとっくに死んでたぜ。だけどこの剣を僕に託したザンザは今モナドを振るっているのはザンザではない。シルク、あなたなのです。メイナス様がフィオルンをより城に選んだ理由もそこにあるのでしょう。モナドを振るう者の悲劇を二度と繰り返させないために。モナドを振るう者の悲劇。シルク、信じるのです。自らが選び歩んできた道と共に歩んだ仲間たちのことを。メイナス様はかつてこうおっしゃっていました。モナドは唯一無二のものではない。この世界に生きる者一人一人が持っている光なのだと。光？それはどういう意味なんでしょうか。どんなに辛い状況でも生き抜こうとする人の意志の力、命の光。メイナス様はあなた方にその光明を見出したのかもしれません。あの先にメイナス神殿があります。エギルはそこにいるはず。あなた方の目的はエギルを倒すこと。今もそれに変わりはありませんか。僕たちはこの鬼神界の歴史を垣間見た。話し合う余地は残っていると思います。けれどもし。そうですか。それをあなた方の決意として受け取りましょう。私は今一度エギルを説得してみます。それでも彼が変わらないときは。バネアさん。バネアさん、エギルを説得すると言ってたけど大丈夫かしら。僕たちも後を追わなきゃ。けどよ、こっからどうやって神殿に行く。この先に神殿へと至る転送装置があるわ。装置を起動させるにはその手前に建てられたあの4本の塔、その基部にある認証装置を使って装置のロックを解除する必要がある。フィオルン、なんでそんなこと知っているんだもん。メイナスの記憶、彼女が教えてくれているんだと思う。認証装置の解除の方法はわかる。多分この体自体が鍵になっているはずよ。そうか、とにかく急ごう。今だ。相手に放射する。いやー、今だ。やれそうだ。
したんだ。目を覚ますなよ。はっ、熱が熱くなってきたわね。大胆ホッケー、手応えあった。ダンバーさん、この調子。こいつは俺が抑える。いや、今ならそこやれそうだ。あるな、これなら。いや、何乗ってきたよ。その調子よ、シュルク。はっ、はっ、オッケー。さあ、行くわよ。やっとチームらしくなってきた。何乗ってきたよ。その調子よ、シュルク。天空、進化、エッジだ。よーし、行け。連携準備完了だ。了解。なんとかなったね。みんなやるじゃない。では先に進むか。体の芯が熱い。次を当ててよね。すまん。
連携準備完了だ。よし、やっちゃえ。弾の敵だよ。油断は禁物だ。スリットエッジ、モルス、このように。いくぞ。今ならやれそうだ。どうだ、なんとか勝てそうだ。ダンバーさん、危なかったね。これが抑える。オーケー、相手に到着。さあ、みんなすごいや。この調子なら大丈夫だな。この調子で突っ走りましょう。はっ、心が騒いできた。はっ、何バックスラッシュ、スプラジン、スリットエッジ、バイキング、弾の乗ってきたよ。その調子よ、シルク。今ならやれそうだ。そしたら、うわっ、重心が熱くなってきたわね。起きなさい。僕は一体火は一体さあ、なに、いや、力の感覚が戻ってきた。やれそうだ。英雄復活したし、だま天地剣、スリットエッジ、せん、これが英雄復活。ライディン捕獲、はあ、この調子で行こう。まあ、ライダーシュ、目にもの見せてやろうぜ。今なら、やれそうだ。やった、シュルク、私も頑張らない。やってやるさ、ヒーローさん。そうだ、それは、あ、負けるわけにはいかないんだ。この調子なら大丈夫だな。この調子で突っ走りましょう。
またビジョンを見ずに今の攻撃を。そこまで強くモーラドを発生させられるとはな。やはり貴様は危険な存在だ。ガード、もうやめて。私たちが争う必要なんてないわ。目を覚まして。無駄だ。あいつは完全にエギルの支配下に置かれている。バネアがそう言ってたじゃねえか。そんなの私は信じない。お願いガード、私の声に応えて。モナドと共に消え去れ、巨神界の生命たち。砕けずれ。やるな。やるな。やるな。この一撃避けられると思うな。我らの叫びを聞け。ここで満足するなよ。やるな。やるな。やれそうだ。やるな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 。砕けつれ。やるな。今なら連携でいける。砕けつれ。それいい。てめえは恋人を手にかけるのかよ。結婚の約束もしたんじゃなかったのか。知らんな。知ったところで俺は変わらん。嘘よ。あなたは私やジュジュをいつも守ってくれていた。あなたはこんなことをする人じゃない。知らんと言った。俺はエギル様の悲願を果たすためこの鉄の体を授かったのだからな。心地いいぞこの体は。全てが精密に動く。何の淀みもきしみもなく、体も心さえも。強がってんじゃねえ。フィオルンだって元に戻ったんだ。てめえの心だってどっかで痛がってるはずだ。少子なら本気でとどめさせてみろよ、カルナニオ。さっきから当たってねえじゃねえか。自慢じゃなかったのか射撃が。それともそのポンコツボディの中に入ってなまっちまったってか。え、減らず口が。
になれねえってのに。容赦ないね。さすがはコロニー6のガド。だけどカルナに対しては攻撃の手がブレている。ガド、私がそうであったように彼の記憶もきっと。ガド、私がわからないの？ガド、暗くして、巨神界の生命、我らのエンサの叫びを聞きながら。シュル君、モナドはまだ出せる？フィオル、いや、君は、たとえ肉体のほとんどを失っていたとしても、人であった時の心は消えない。あのフェイスにはまだそれが残っているわ。本当に？ええ、あなたに対する動きでわかるの。わずかに残っている彼の心はためらっている。ガド、私がフェイスを制御しているエギルの呪縛を解きます。その時間を作ってくれる？ああ、やってみるよ。ライン、フィオルンを援護する。え、行くよ。おう、なんだこのノイズは。そう、やるな。砕けて。頑張って、まだ負けられないよ。砕けて。このまま。見えた、ダンバーさん。その言いこなし最高に。俺が抑える。ドリームエッジ。愛人ホーク。あれ、トーマロイの狙い撃ち。逃がすな。それ。今なら、やれそうだ。相手を頑張って。まだ負けられないよ。熱いわ。しっかりして。そうね、ヒールバラット。この一撃避けられると思うな。ガード、私、目をそらすなよ。だんだん調子が上がってきたわ。この調子で頼むぞ、カルナ。今なら外す気がしないわ。打ちまくれ、カルナ。モナド、僕は止められないんだ。行け、シュル君。愛人捕獲。ストリームエース。弾の威力。いや、狙い撃ち。やれそうだ。愛人捕獲と。いや、ナックスブルーリー。行け。重心が熱くなった。変化で砕け死ぬ。この調子で行こう、みんな。勝負は見えた。シールドバレット。トア、今だ。モナドの力よ。落ちろ。ああ、このままシールドバレット。切れてるわね、シルク。あとはこいつだけよ。ダンバーさん、ここだ。砕けつらい。エアスラッシュ。やるな。だんだん乗ってきたよ。心が中心が溶けた。騒いできた。やるな。ライトヒール。いっけー。やるな。やれそうだ。来たぞ。やるな。ここだ。やるな。何、力を入れろ。ヒットエッジ。目をそらすなよ。やるな。やるな。ダンバーさん、この調子。天地キラー。モナドよ、愛人ホテル。僕は止められない。行け。やるな。どうだ。腹に力を入れろ。愛人補給。やるな。心が十分に騒いできた。フェイトエッジ。シールドバレット。やるな。愛人補給。天地剣。我らの叫びを聞け。十分に。今なら
やれそうだ。この一撃避けられると思うか。今気にしないと消せない。熱いわ。シャドウアイクールダウンが必要ね。この一撃避けられると思うか。私の責任だわ。ここまで追い詰められるとは。ごめん、これならオナドルを使えよ。オナドル無駄にする。ファミッチどうか。いやなんだ。タンクスラスやった。シュルク何もの一撃ない。貴様の命狙い撃つ。ごめんね。時間閉じるな。やってやるな。天地ややるな。スピード感覚騒いでくる。うわ、私の感覚が戻ってきたな。ダンバーさん、この調子やすな。この一撃避けられると思うな。今ならやれそうだ。やるな。ダンバーさん、シップルジン。さあ、さあ、ファイジン、こうだ。砕けする。僕もやってやる。やるな。だんだん持ってきたよ。油断は禁物だぞ。シュラク開け。モナギやるな。砕けする。シンプルジン。やるな。やるな。と置いてやるな。やるな。クールダウンが必要ね。スラッシュ。火は熟しつつあるの。やるな。さあ、いくぞ。ヒールカウンター。ブーディン。ソーラン。ガンは相手に捕まって。やるな。騒いできた。ダンバーさん、無理しないで。やるな。ヒートマン。ダンの持ってきたよ。その調子は十分。やれそうだ。と、やるな。ダンバーさん。我らの叫びを聞け。やるな。いけ。砕けする。みんなごめんね。やるな。ここで変わるのか。フィオル、さっきの君は。うん、彼もう大丈夫。ガード！すまない、ガルナ。俺はいいの、もういいのよ。こうして戻ってきてくれただけで。エギルの支配下にいた時、分かったことがある。エギルは悲しみの連鎖を断ち切りたいと願っていた。たとえ今多くの血が流れようと、その先に新しい世界が訪れるはずだと奴は信じていた。だがその目的はいつしか変わってしまった。奴は単なる復讐者だ。エギル、行け。行くんだカルナ。二度と俺たちのような人間を生み出しちゃいけない。すぐ戻ってくるからね。それまでごめんなさい。喉乾いてるだろ。
飲めよ。すまん。死ぬんじゃねえぞ。エギルをぶっ飛ばしたらその体見てやるからよ。ホムスのお前がか。とても医者には見えんがな。腕のいい医者知ってるんだ。マシーナのだけどな。ああ待ってるよ。おいお前、名前は？ラインだ。そうか、ライン。カルナを頼む。どうされた、予言官殿。嫌な予感がします。ビジョンか。いえ、ですが何かがおかしい。鬼神兵、攻めるでもなく守るでもなく、まるで最初からこの戦い捨てているかのように。バカな、ここは奴らの要衝だ。捨てるなどありえない。本国に秘めたる戦力でもあれば別だが。秘めたる戦力、まさか。殿下、シルクたちが心配です。ハウレスを一気お貸し願いたい。行くというのか。しかし何故。ビジョンではありません。ありませんが、私の勘が告げているのです。鬼神が目覚めようとしていることを。バネアか。今まで何をしていた。エギル、なぜそうまでして巨神を倒そうとするの。私たちはあの戦いにも生き残ったのよ。すべての同胞と共に新天地を求めてもよかった。いえ、今からだって。モナドの輝きに焼かれた者たちの怨念、それは永遠に言えることはない。死んだ者の仇討ちより生きている者の方が。いえ、ヘギル、私はあなたに生きていてほしいの。あなたはまるで死に場所を探しているとしか。生も死も今の私にはどうでもよいのだ。この耳に残る同胞たちの苦悶のうめき、これを消すまでそれ以外の言葉は聞こえぬ。エギル、ついにここまで来たか、モナドの継承者よ。あなたが鬼神界盟主エギル。いかにも。そうか、我がフェイスヤルダバウトを降りた私と相対するのはこれが初めてか。たとえこの身一つだとしても、貴様などに遅れを取ることはありえないぞ。待ってください。僕は戦うために来たんじゃない。臆したか。ならばモナドを差し出して膝をつくがよい。
あなたに下るために来たわけでもない。ただ僕は知りたいんです。ほう、一興だ。通ってみるがいい。この鬼神界帝都で僕はマシーナの伝承を見た。あなたが巨神と戦う気持ちは分かったと思う。だけどなぜ鬼神兵に巨神界に生きる者たちを襲わせるんだ。何がおかしい。僕たちだってこの世界に生きる命だ。ハイエンターやノポンとそうしてきたようにマシーナとだって手を取り合えるはず。小僧、兵糧攻めという戦術を知っているか。もちろん。補給線を断ち籠城する敵を食糧不足に陥らせる戦術だ。ならばそれが確実な勝利への手段であることがわかるはずだ。私は巨神界に生きる者に恨みも憎しみも持ってはいない。ただ同胞の命を奪った炎敵巨神の打倒のためその力を削いでいるだけのこと。どういう意味だ。まだわからんか。巨神界の全ての生命は巨神が己の餌として育て上げたものよ。え？この世界に存在する万物の根源元素エーテル、私の体もお前たちの体もそのエーテルが元となっていることは知っていよう。ああ。エーテルとは力。お前たちはその力の源。巨神から生まれた命はやがて死に、そのムクロは巨神へと帰る。我が鬼神とは異なり、巨神はその帰った生命の持つエーテルを糧として存在しているのだ。やがて目覚めの瞬間にはより大量の命を必要とするであろう。そんな。ふざけるな。ただの食い物だって言うのか。俺たちが、お前たちをそのように生み出したのは巨神だ。私ではない。じゃあ巨神界に攻め込んだのは巨神の力を弱めるため。いかにも。貴様らは打倒すべき敵に食われる小虫にも等しい存在。手を取り合えるなどと思い上がるな。思い上がりだって。あなたが巨神に奪われたマシーナの命を悲しむように、僕たちだって鬼神兵に殺された人たちのことを思って苦しくなる。その気持ちのどこが違うって言うんだ。何も違わないな。確かに。だったら、なぜお前は私に問答を挑む。私は同胞の仇を討つために己の全てをかけてきた。お前はどうなんだ。決まってる。だから今日まで戦い抜いてきたんだ。ならば私を討つがよい。言葉ではできんぞ。ただ力のみがそれをなす。シュルク、向かっ腹は立つがこいつの言う通りだ。ああ、神界名手エギル、マシーナの命も巨神界に生きる全ての命もみんな同じなんだ。それをあなたに分からせてみせる。矮小なる者ども、その弱き力を信じてみよう。ライディンホーク、ようやく足並みが揃ってきたな。そうですね、ダンバーさん。モナドの力よ。トロの子だ。やっと来たよ。その調子よ、シルク。ウォーカー、ダンバー、シルクエッジ。だんだん乗ってきたよ。油断は禁物だぞ、シルク。バサレ、モナドの力よ。こういう程度の傷で腹に力を入れろ。戦はこれからだ。見える。はぁ、はぁ、キリングブラスト、触れ。そう、クールダウンが必要ね。いや、
する意志の力とでも言うのか。お前も同じか、バネア。巨神界の者に組みし私を撃つのか。自らの生存の権利すら捨てて。そうよ、それが私たちの運命なら喜んで受け入れるわ。それは里の者たちも同じ。生き残ったわずかな同胞ですら私を裏切ったか。面白い。違うわ、里の者たちも私も戦いを止めたかっただけ。エギル、あなたと平穏で安らかな日々を送りたかった。ただそれだけなのよ。よまいことを。巨神滅せずして我らに平穏は訪れん。兄様。この刃あと一歩届かなかったようだな。金色の騎士兵。先の小虫呼ばわり、詫びるとしよう。貴様は私の全力を向けるにふさわしい相手であった。シュルクよ。貴様らと私の存在の差だ。思い切れ。それでは届かんよ。無駄だ、無駄だ。しかもそれでは届かんよ。巨神界の生命だ。力が入る。この体だぞ。無駄だ、無駄だ。しかも、しかも思い切りがいい。それでは届くんだ。しかも、しかも、しかも。滅びよ。しかも。それでは取る。油断は無駄だ。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 思い知るがいい。どうだ。無駄だ。無駄だ。それでは届くんだ。ありがとう。さあ滅ぶがよい。シルク、いや、ザンザよ。ザンザ。シルクを殺させはしない。
お前はその光、やはりそうか。思い違いであればどんなに良かったか。そうまでして身を挺してまで私の願いに異を唱えるのですか。我らと共にあるとおっしゃったあなたが、メイナス様。そうよ、メイナスも里の人たちも皆あなたを愛していた。だからこそ共に生きていきたいと願っていた。私にはわかる。メイナスと共にある私には。私は待ったのだ。あなたが再び目覚め、光に満ちた世界を作り上げる日を。なのにあなたは裏切るのか。私を、あなたをたたえ敬い、そして死んでいった同胞を。お願い、私の話を聞いて。エギル、聞こえぬ。もう何も聞こえぬ。あなたはやはり我らが炎敵の剣族。所詮神と人とは相入れぬ存在なのだ、メイナ。エギル、メイナスの代わりにこの我が身を、心を、お前の新たな魂として捧げよう。我が魂魄を取り込み、今こそ蘇れ、神よ。自分のことだけ考えろ。いやよ、カドはどこ。カド、しっかりしろ。今俺たちがしなきゃならないことを考えろ。鬼神が動き出したら巨神界はどうなる。でもジュジュやオダマのじいさんたちはどうなる。ガドだってホムスの戦士だ。あいつはあいつにできることをするためにここを離れたに違いないだろ。ライ、よし、行くぞ。生きろよ、カルナ。